いらっしゃいませ。心屋へようこそ。はい、今回の動画は統合失調症シリーズパート10、発症リスクを高める要因や男女差についてお話ししたいと思います。このように心屋では精神疾患について正しく理解するための動画や五感を刺激して癒しを提供できるような動画を作っています。よかったらぜひ見ていってください。今回の動画では統合失調症の発症リスクを高めうる要因と男女差に見られる傾向について説明したいと思います。母体の状態、母親の体内にいた時の母体の体調も重要な要素となっています。とある国の戦時中、食料不足に陥った母親の体内にいた子供の後の統合失調症の発症リスクが約2倍だったというケースが報告されています。これは妊娠中の栄養不足が胎児の後の統合失調症の発症リスクを倍増させるということです。また妊娠中の母親のインフルエンザ感染により、その子の統合失調症の発症リスクが上昇したり、他にも妊娠中の母親の貧血や妊娠中毒症、切迫早産、出産時の出血などの合併症が存在すると、いずれもこの統合失調症発症リスクは2から3倍に上昇すると報告されています。トキソプラズマ感染。トキソプラズマとは猫の糞や生の肉を介して感染する寄生虫です。ネズミは普通猫の尿の匂いを恐れて避けますが、トキソプラズマに感染したネズミは猫の尿の匂いを恐れず、むしろ性的興奮を覚えるようになり、その結果猫に捕食されやすくなります。そうしてネズミから猫へトキソプラズマが感染し、これがもし飼い猫であれば人に感染することがあります。このトキソプラズマの感染があると統合失調症の発症リスクは 2.7 倍になるという報告がされています。男女差、基本的に大きな男女差はないですが、男性の方が女性よりも 1.4 倍多いと言われています。発症年齢は男性であれば18から25歳、女性であれば25から35歳が多いとされており、男性の方が早く発症する傾向があります。予後は女性よりも男性の方がいくらか悪い傾向にあります。つい最近松崎先生が男女差についての動画を出されていました。これは女性ホルモンであるエストロゲンが統合失調症を抑える可能性があるというお話でした。ぜひ見てみてください。最後にまとめますと、今回は統合失調症の発症リスクを高める要因をご紹介しましたが、統合失調症ははっきりとした原因は明らかになっていません。ですがまだ特定ができていないだけで、病原が存在しないわけではありません。どんなことが発症リスクを高めるのか、男女差についてはどんな傾向があるのか、知識として知っていただき、統合失調症への理解の助けとなれば幸いです。今回の動画はこれで以上となります。なるほど、発症リスクを高める要因にそんなものがあるなんて知らなかったなぁなんて思った方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまたのお越しをお待ちしております。Thank you.